はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ポンタポイント総額1億円山脇キャンペーン、auid とポンタ id を連携させて、1ポンタポイント使うだけということで、今回はポンタポイントに関する情報ですね。このキャンペーン自体はかなりハードルが低く参加ができまして、この動画ではキャンペーンの解説とお得な参加方法についてもお伝えしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは、早速、こちらですね。総額1億、みんなで山分け、漏れなくもらえる、ポンタポイント、生活応援3兄弟ということで、ちょっと謎のポンタのキャラクターがいらっしゃるんですけども、こちらのキャンペーンなんですが、期間自体はすでに始まっておりまして、2020年の8月4日の火曜日からスタートして、9月の30日の水曜日までとなっております。で、ここにも出てるように、すべてのスマホユーザーが対象ということですので、まあ上には au とポンタという風に出てるんですが、僕はワイモバイルのユーザーなんですけども、まあそれは関係なしに、すべてのスマホユーザー、 おが対象といで、こちらのキャンペーンですね、今下にも出てるように、お一人様あたりの加算されるポイント数の上限は200ポンタポイントまでということですので、まあ、この総額のま、1億山分けになるんですけども、上限はこの200ポンタポイントまでということになります。 でですね、対象者数が1億名様を上回った場合は全員に1ポンタポイントという風うに決まってます。まあちょっとこの、このままですね、公式ページ引っ張ってきた文章なんですけども、1億名様ってなかなかね、使う言葉ではないと思うんですけども、これを上回った場合は、まあ、1ポンタポイントのみということになりますので、まあ、それはそれでね、まあ、参加しても全然ありなんじゃないかなと思います。で、参加する条件というのがめちゃくちゃシンプルです。この2つの条件をクリアすることによって参加が可能ということで、 まず、ここにも出てるように、お持ちの2つの ID を連携ということで、まあ、冒頭にもお伝えしたように、auID と、ポンタ会員 ID、まあ、15桁の数字ですね。これを、まず連携させると。で、それが完了した上で、ポンタポイントを使う、まあ、利用するということになっております。で、下にちょっと米印にも出てるんですけども、ポンタポイントの利用を使う条件は、提携者によって異なりますということですので、まあ、お店によってはちょっと使う条件っていうのは変わってくるので、ここはお気をつけください。 で、使い方に関してはもうイラストこのままですね。お会計850円ですという時に350円分ポンタポイント使いますみたいな感じで、まあその時にポイントを使うという条件に当てはまるということになります。で、その2つをクリアすることによってポンタポイントの山分けの参加が可能ということですね。めちゃくちゃ簡単ですね。とりあえず連携させて、あとポンタポイントを使うという流れです。 で残りの細かいところなんですけども、ざっくりまとめてます。まず先ほどもお伝えしたように、ポンタポイントを1ポイント利用するだけで OK ですので、まあ、それ以上使わないといけないとかもないので、とりあえず1ポイントだけ使うだけで OK です。で参加する際ですね、キャンペーン参加は1人1回までとなっております。 で、ここも重要ですね。期間中に複数回ポンタポイントをご利用、まあ、使うをしても一口にしかならないということですので、何十ポイントも分けて何回も使っても、とりあえずそれでも一口までということですね。なので、とりあえず一回使うだけで全然 OK です。そして、ここも重要ですね。ポンタポイントから AUP へのチャージはキャンペーンの対象外となっておりますので、ここは間違えないようにお願いします。 で、今回のキャンペーンの対象となるお店ですね。そのまま引っ張ってきました。ローソンであったりとか、スキヤとか、はま寿司とか、あとゲオであったりとか、ビッグカメラとか、そういったところも対象ということですので、まあご自身がね、よく使うお店であれば、まあそこでポンタポイントを利用してみるのもありなんじゃないかなと思います。 で、今回は、まあ大体皆さんが知ってるお店である、まあこのローソンですね。このローソンを今回例えにして出しております。で、ちょっとですね、今回ローソンを引っ張った理由というのが一つとありまして、まずここ見ていただきたいんですけども、レジでのポイント利用を使うに加えて、以下 AB でのポイント利用も本キャンペーンの対象となりますということで、これどういったことかと言いますと、この AB の A のところですね。 それがここなんですが、ローソン店舗のお試し機会券でのポンタポイントの利用、これもなんと、今お伝えしたように対象となりますということになりますので、これはかなりいいんじゃないかなと思います。まあお試し機会券に関してはね、ちょっと前の動画でもまあ何度かお伝えはしたことあるんですけども、この動画でもお伝えします。一応上にもリンク貼ってますし、概要欄にリンク貼ってますので、お試し機会券って何ぞやという方がいらっしゃいましたらぜひ見てください。 なので今回はこのお試し控え券ですね。これが使えることによって参加のハードルは低めとなってます。まあ、ただし今ちょっとここに注意書きも出てるんですけども、お試し控え券を使わずにキャンセルした方は対象となりませんということになりますので、あくまでもちゃんと お試し会見の予約をして、そこから交換をすると、商品と交換すれば、それでキャンペーンが参加完了ということになります。まあ念のためですね、お試し会見の使い方なんですけども、めちゃくちゃ簡単にお伝えすると、これローソンのアプリなんですが、ローソンアプリ開いた状態でポンタと連携して、で、ここのお試し会見っていうのがあるので、これをタップして、で、ずらーっといろいろ出てくるので、 ご自身が交換したいものですね。ロッテガーナブラック、ガーナローストミルクってこちらの商品50ポイントで交換できるので、ここをタップします。そうするとこのページに変わるので、非会見を予約すると。で、ここをタップしたら、非会見予約の50ポイントを使用して、非会見を予約しますということで、これを OK タップします。そしたらこれで予約が完了するということになりますので、この状態であとは、ローソンでこのガーナのブラックもしくはローストミルクのチョコレートと交換して完了ということになります。めちゃくちゃ簡単ですね。 で、キャンペーンの解説自体は以上なんですけども、まあ、せっかくね、このキャンペーンに参加するのはちょっとお得な方法で参加しようということで、今回こちらも紹介したいと思います。まあ、ポンタに即時交換可能なポイントサイトということで、まあ、僕がね、ちょくちょく動画でもお伝えしているポイントサイトの笑うというポイントサイトですね。こちらを使うことによって、すぐにポンタポイントを使うこともできます。で、どんな風に使うのかっていう簡単な流れなんですけども、まず一つ目、ポイントサイトの笑うにて5000ポイントを貯めるということで、500円分ということですね。 で、なんで、この500円分というところなんですけども、これがポイントサイト笑うから、ポンタポイントに交換するときの画面なんですけども、見ていただいたらわかるように、最小交換額として5000ポイントという風に出てます。これ5000円分ではなくて、 笑うの場合は5000ポイントが500円分となります。なので、ここ間違いないようにお願いします。なので、この500円分の条件をクリアすることで、ポンタポイント500ポイントと交換することができます。で、もしですね、これ新規ユーザーの方に限るんですけども、まだポイントサイト、笑うに登録されてない方がいらっしゃいましたら、最大で800円分のポイントがもらえるというようなキャンペーンもやってますので、ぜひ、このタイミングで利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、最大ということですので、まあ、800円以下になる可能性もあるんですけども、まあ、これはこれで結構お得なのかなと思います。で、2番目。 笑うからポンタポイントに即時交換ということで。 ポイントサイトの笑うからポンタポイントに移行するとき、だいたい3日ぐらいかかってたんですけども、7月の終わりぐらいにちょっとルールが変わりまして、即時交換ができるようになりました。これはかなり大きいなと思いますね。で、3番目、先ほどお伝えしたように、定型のお店でポンタポイントを利用すると。これは1ポイント以上で OK です。で、先ほどお伝えしたローソンのお試し会見などですね。ま、スき屋で使ってもいいですし、どこでも定型のお店であれば大丈夫です。で、その際はですね、条件をちゃんとチェックしていただくようにお願いします。そして4番目のポンタ山脇キャンペーンの参加完了ということで、 まあ流れとしたらシンプルですね。まあもポンタポイント持ってる方でそのまま参加しても大丈夫なんですけども、まあせっかくね、お得に使うならということであれば、ポイントサイト笑うを使って、ポイント貯めると。で、交換した後に、提携のお店で使うと。そういった流れとなっております。 まあそんなこんなで今回は総額1億みんなで山分け漏れなくもらえるポンタポイントのキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。まあ先ほどもお伝えしたように、まあ上限として200ポンタポイントまでしかもらえないというのもあるんですけども、まあキャンペーンの参加するハードルっていうのはかなり低いので、まあこれを機にですね、まあぜひ auid とポンタ連携して、あとはポンタポイントを利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。今回お伝えしたこのキャンペーンのリンク、そして、 ポイントサイトを笑うの登録がまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にもこちらに関してのリンクも貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあこちら今日ツイッターでかなり盛り上がってたんですけども、こちらのセブンイレブン限定のポケモンのエコバッグがもらえるキャンペーンですね。税込み700円以上購入することで、まあ ABC のどれかがもらえるということだったんですけども、 皆さん参加されましたかね僕はですね、参加しようかなと思って、まあ、深夜ぐらいに日付が変わったタイミングで行こうかなと思ったんですけども、まあね、もうあのー、お風呂も入って寝る時間だったので、まあいっかっていう風にちょっと油断してたんですよ。で、日付が変わって、今日の昼間ぐらいに行ったらもうね、3店舗ぐらい回ったんですけども、全滅でしたね <laughs>。前回のね、エコバックのキャンペーンの時は、PayPay ペペを使わないといけないっていうのが条件だったんですけども、今回そういった条件なくて、とりあえず税込み700円以上決済した 方に関しては現金決済やキャッシュレス決済から変わらず先着100名様に配ってたということでしたので、まあ、多分一瞬でなくなったような感じでしたね。まあ、エコバッグに関してはね、前回のあのチャムスのがあるんですけども、なんかこうちょっとね。可愛い感じのね。エコバッグだったんで、ちょっともらえなかったのはショックだなという風に思いました。まあ、是非ね。あの貰えた方もらえなかった方、下のコメント欄に書いていただければ、面白いんじゃないかなと思います。ということでありがとうございました。